第一艦隊はアメリカ海軍の艦隊。太平洋艦隊の一部として1946年の初めから1973年2月1日まで西太平洋で運用された。1973年にその任務は第三艦隊に引き継がれた。現在では結番となっている。A.E. モントゴメリー中将が1947年7月に初代司令官に指名された。 1948年5月に行われた核実験ではソルトレークシティが第一艦隊所属の実験艦として沈められた。1949年3月25日にソールズベリーサウンドが G 解剖岩中条の機関となる。カーティスは1949年前半の3週間のみアラスカ海域で行われた寒冷地における揚陸作戦のための機関を務めた。 1960年1月から1963年3月まではヘレナが機関を務めた。いくつかの資料では沿岸警備隊が戦時において第一艦隊に指定されるとされるが、この説は正しくない。海軍が設立されるよりも先に沿岸警備隊が存在したことを称して、最初の艦隊と呼ばれた経緯があるだけで、第一艦隊とは無関係である。ありがとうございます。